セーラムエクスプレスは、1966年に、フランスの会社カンパニー・ジェネラール・トランザ・トランティークの、フレッド・スカマローニとして建設されたフェリーです。1991年12月15日に、航海で大破し、474人が死亡した。フレッド・スカマローニは1964年に、ラセーヌ・シュルメールの FCM 造船所に建設された。 それは1943年に亡くなったコルシカ島の抵抗の英雄であるフレッド・クレール、スカマ・ローニの名前を冠しています。当初は1965年に就航する予定でしたが、火災によりもう1年間造船所に残ります。1966年にフランス本土とコルシカ島を結ぶカンパニー・ジェネラール、トランザトランティーク路線でサービスが開始されました。 1969年、彼は地中海の CGT トラフィックを扱う新しいエンティティである CGTM に移動しました。1976年、彼はフランス本土とコルシカ島の間のリンクを改善するために設立された新しい公的会社である SNCM に参加しました。より大きくより効率的な船に置き換えられ、 彼女は1979年にサービスから撤退しました。1980年にオラウライン社に最初に販売され、1981年に会社が破産する前に、ニュイサン・ジョルジュという名前でフランスとイギリスの間のローテーションを保証します。エジプトで販売された後、サウジアラビアとのリンクに割り当てられ、ロード市内、アルターラ、セーラムエクスプレスの名前が付けられます。 彼のキャリアは1991年12月15日の嵐の最中に沈んだ時に終わりました。ナンパ船は現在30メートルの水中にあります。それ以来有名なスキューバダイビングサイトになりました。1971年4月24日、スカマロニがバスティアを離れる準備をしていた時、強い強風が渓流ラインを壊し、船員の顔を殴り、 即座に殺しました。1991年12月14日から15日の夜午後11時頃、サファが沖の嵐の海でセーラムエクスプレスが珊瑚礁を襲った。フェリーが沈み始めると船長は SOS を発行します。近くの船がすぐに助けに来ましたが、気象条件のために乗組員は十分に近づくことができず、したがって、 使い果たされた漂流車を回収することしかできませんでした。嵐のため、緊急サービスは午前中にしか現場に到着できませんでした。654人の乗客のうち180人だけが救われました。ありがとうございます。